ビッグナッシュ2002年ドラフト全体1番目で入団。2003から04シーズンに19歳の若さで41得点を上げ得点王。チーム歴代最多得点記録を持ち、2008年からキャプテンを務めている。バンクーバー五輪ではカナダ代表として金メダルを獲得した。コロンバスブルージャケッツはアメリカ合衆国を背負州、コロンバスを本拠としている。 ナショナルホッケーリーグ所属のプロアイスホッケーチームである。2000年にミネソタワイルドと共に NHL に新規参入した。初試合は2000年10月7日の対シカゴブラックホークス戦で3対5で敗れた。チーム史上初ゴールはブルースガーディナーが決めた。チーム名はファン投票によって選ばれた。この名前が選ばれた理由として以下の4つの点が指摘されている。 2002年3月16日には、悲劇がブルージャケッツを襲った。コロンバス対カルガリー戦で、エスペン・クヌート戦の放ったショットが、ディフェンスマンのデレック、モリスのスティックに当たって方向が変わり、観客席で感染していた13歳の少女、ブリタニー・セシルの頭部を直撃し、彼女は2日後の3月18日、頭蓋骨骨折で死去した。NHL 史上、するパックが、 ファンに当たり死亡する事故が起きたのは初めてのことであった。この事故をきっかけに観客を飛来するパックから保護するため NHL の全アリーナのゴール背後に位置する観客席の前面にナイロン製のネットが貼られることとなった。この事故により NHL は各アリーナのゴール裏にナイロン製のネットを張ることを決定した。 2008年までブルージャケッツはプレイオフ進出がなかったが、2008から2009年に悲願のプレイオフ初進出を果たした。1回戦で敗れたものの、スティーブ・メイソンの活躍や、オフシーズンのリック・ナッシュの契約延長は未来への巧妙となった。出場経験らし、ありがとうございます。